でソフトバンク工藤監督が予告先発を提案しますが、ヤクルト真中監督はこれを受け入れず、このシリーズでは予告先発を採用しないことに決まりました。うちはまあメンバー構成上、しない方が得策と思いまして、しないことにしました。これに対し工藤監督は、まあ、あの両チームの合意がなくてはあのダメだというのはあの知ってましたので、まあ、そこはとりあえず、まあ、パリーグっていうのはずっとそうやって予告先発ということをやってきたので、まあ、あのできればというお話をさせていただきましたが、まあ、それはしょうがないと思ってます。